おお、本当にたくさん栗が落ちてるんだぞ。これだけあればマロッタルト食べ放題。早速拾って、あいて、栗のトゲが肉球に刺さったんだぞ。素手で拾うのは無理そうだな。拾ったものを入れるカゴかバケツも欲しい。植物園の中にどっちもありそうじゃね。行ってみるか。うわぁ、思ったより中広い。これだけ広いと管理してるやつがいるはずだな。手分けして探してみるか。じゃあ右に行く。俺は左に。グリムと監督生はまっすぐ奥へ行ってみてくれ。ナナ、こっち来てみろよ。なんかフルーツがたくさんなってる。いい匂いなんだぞ。いっ、おい、人の尻尾踏んでおいて素通りとはいい度胸だ。あんたここの管理人さん？それにしては柄が悪いような。こちとら気分よく昼寝してたとこだったのに、思いっきり尻尾踏みやがって。最悪だ。お前、ああ、入学式で鏡に魔法が使えねえって言われてた草食動物か。なんだかわからねえけど、こいつに睨まれると背中の毛がゾワゾワするんだぞ。このレオナ様の尻尾を踏んでおいて何にもなしってそりゃねえだろう。気持ちよく寝てたところを起こされて機嫌が悪いんだ。歯の一本を置いてけよ。おい、早くずらかるんだぞ。レオナさん。ああ、もうやっぱりここにいた。レオナさん、今日は補習の日っすよ。はあ、うるせえのが来た。レオナさん、ただでさえダブってんすから。これ以上留年したら来年は俺と同級生っすよ。ああ、うるせえな。キャンキャン言うんじゃねえよ、ラギ。俺だって言いたかないっす。もうやればできるのになんでやんないんすか。ほら、行くっすよ。ち、今度俺の縄張りに入る時には気をつけろ、草食動物ども。緊張したんだぞ。なんなんだあの凄みのある管理人さんは。あっちにカゴとトングがあったぜ。二人ともどうかしたのか。そうだ、栗拾い。いっぱい拾わないとタルトの食いぶちが減るんだった。怖い管理人さんの話は栗を拾いながらするんだぞ。ってことがあったんだぞ。いや、絶対そいつ管理人じゃないっしょ。落ち着いて思い出してみれば、黄色いベストを着てたから、あいつサバの漁のやつなのだ。サバ、サバナクロー漁のことか。もしかしてナイトレイブンカレッジって不良が多いのでは。うし、かなりたくさん拾えたし、こんなもんっしょ。トレイ先輩のとこ持っていこうぜ。にゃはー、タルト楽しみなんだぞ。おかえり。随分とたくさん拾えたな。これならでっけえタルトが作れるんだぞ。まあその分これだけの量を剥くのは大変だと思うが、頑張れよ。これ全部か。気が遠くなるな。お菓子作りは下ごしらえが大切なんだ。へーへー、わかりました。こうなったらとことんやってやろうじゃん。